皆さんこんにちは、こじこじです。今回は以前作成した超小型ゲーミングパソコンパフォーマンスの方を見ていきたいと思います。初代プレステ3とね、比較してみたいと思います。高さがね、はい、少しだけ高いのと、このね奥行きが少しね長い、だいたい一回りぐらいね、サイズが大きいぐらいで、この厚み的なのはね、ほぼ変わらないです。それでいてパフォーマンスはね、こちらの PC の方がパフォーマンスが出るということでね、こちらのケース、かなりね、コンパクトでパワフルな性能を秘めてるね、ケースなんじゃないかと思います。今回は OS の方、Windows 7 Professional 64bit。CPU の方は Core i5-4570。3.2GB 4コアを使用しています。メモリーは 16GB ですね。それでは肝心のグラフィックボードなんですけども、1世代前のグラフィックボードになってしまうんですけども、 GTX960 を搭載しています。それではね、早速パフォーマンスの方を見ていきたいと思います。今回プレイするゲームはこちら、タイタンフォール2です。僕のね、環境でプレイできて、パフォーマンスをね、一番食うのが、こちら、タイタンフォール2でした。それでは、設定の方、見ていきます。設定のビデオの項目ですね。はい、ビデオの項目なんですけども、一応ね、推奨設定に戻しておきたいと思います。推奨設定に戻すで、戻すを押します。で、保存しますね。はい、保存します。ということで、今回、推奨設定でプレイしたいと思います。それではゲームスタートです。確認です。IMC がフォールドウェポンを開発したわ。世界を丸ごと破壊する力を秘めた兵器だけど、それを使うためにはアークという動力源が必要になる。今回の任務は搬出前に航空基地でアークを奪取することよ。特攻兵団射撃隊勢、はい、ということでね、音声後撮りなんですけども、かなりグラフィック綺麗ですね。僕の方とかかなりね、綺麗に見えていると思います。見えてますよね。これスペックが低いとね、奥の方ぼんやりしちゃったり見えなかったりすることがあります。こういう FPS ゲームだとね、結構見える範囲って重要になってくると思います。一応タイタンフォール2のね、推奨設定の要求値というのが、最新の i5 のスカイレーク6600と、グラフィックボードは GTX の1060がね、推奨値となっています。かなりね、スペック値高い要求が求められるようになっています。今回ね、ちょっとだけね、ちょっとだけ推奨スペックよりも劣るんですけども、はい、かなりスムーズにプレイできています。結構ね、これ負荷かかっていると思われます。うん、それにしても映像綺麗だな。30分ぐらいゲームをしたんですけども、ケースの中の温度見ていきたいと思います。まずね、マザーボードから見ていきたいと思います。マザーボードのチップセット、はい、ほとんどね、温度変わっていないですね。ということでね、あまり熱がこもっていないことがわかると思います。 CPU の最大温度が70度から72度ということで、結構熱持ってるんですけども、今はね、40度前後なので、ちゃんと下がっていることがわかります。SSD もほとんどね、温度が変わっていません。で、グラフィックボードなんですけども、反対側にね、ついているため、ほぼね、最初の値と変わらない感じになっています。ケースにファンなどついていないんですけども、温度を見る限りではエアフローしっかりしているように感じます。ということで、今回の紹介は以上です。この動画が面白いと思った皆さん、また僕にね、興味を持ってもらった皆さん、チャンネル登録お願いします。また関連動画、この辺とこの辺にあると思うので、よかったら見ていってください。